超高期待値宝くじ銘柄の全容を公開します。過去に暴落したあるコインに復活の兆しがあり、もしこれが復活した場合、あなたの1万円は1000万円に化けます。また僕の公式 LINE では該当するそのコインの詳細と購入方法を限定公開していきます。まずは概要欄から公式 LINE を必ず追加いただき、そちらに復活とメッセージをお送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。前回のこちらの動画もご覧いただきましたでしょうか。こちらの動画では1万円が1000万円に化ける可能性のある銘柄を次回公開するとお伝えしていましたが、今回の動画でその全容を公開していきます。まず結論をお伝えすると、その銘柄はセラムと言います。まずはじめにこのセラムというコインをあなたはご存知でしょうか。現在は 0.03 ドル台の価格となるんですが、過去最高値はなんと14ドルで、今の価格から4600倍という倍率となります。しかし逆を言えば、今は4600分の1の価格になっているということなんですが、なぜそんなに暴落をしたのか先にお話しすると、この銘柄は世界第2位の取引所だった FTX、 この FTX ショックによって膨大なダメージを受けました。というのも、このセラムは FTX の CEO であるサム氏が共同で作り上げた分散型取引所の、そこで使われるネイティブトークンだったからなんですね。で、この FTX ショックによって FTX が潰れ、それとともにこのセラムも価格を暴落させていきました。ではなぜそんなコインを今紹介していくのか、その理由であり今後の急騰の根拠となる部分をこの動画で解説していきます。もし今回解説していくシナリオとなった場合、その価格上昇は数倍どころの話ではなく、100倍、1000倍、さらには4600倍といったレベルの驚異的な上昇の可能性があります。かなり期待値の高い宝くじを買っておきたいというあなたは必ず最後までご覧ください。はい、それでは本編に入ります。まずはこのセラムという銘柄についてざっくりと解説をしていきます。まずこのセラムというコインはソラナベースのトークンで、出た当初はとにかく豪華な開発陣で作られた銘柄だと非常に話題となりました。そして冒頭でもお伝えした通り、 FTX の CEO であったサム氏もこのセラムの開発者の一人です。そしてこのセラムは分散型取引所の独自トークンであり、従来の CX 中央集権取引所のように差し値で取引ができるという分散取引所であったことから、当時かなり期待がされていました。しかしこのセラムは先ほどもお伝えした通り FTX ショックによって暴落をしてしまいます。ではこちらのチャートをご覧ください。こちらセラムのチャートなんですが、大きく下落をしているのがわかると思います。そして下落の時期も FTX に疑念が起き、そこから FTX ショックが起きた時期と全く同じなんですね。そして次に現在のチャートを見ていくんですが、それがこのあたりですね。こちら8月の中旬頃から 0.03 ドル起点にレンジが形成されて、こう横ばいに動いている状況になっています。そして次にこの約1ヶ月間かたくなにこの 0.03 ドルっていう価格を割ろうとしない動きを続けている状況なんですね。そして約1ヶ月半このようなレンジを作っているのは、実は暴落が始まってから初めての出来事なんです。そんな状況の中、絶対に見逃すことができない興味深い情報が出てきています。で、その情報には天下のバイナンスが絡んでいるんですね。なんとこのセラムを現在最も保有しているのがバイナンスなんです。実はこのバイナンスは FTX ショックの際、真っ先にこのセラムをバイナンスの取引リストから撤廃し、取引できないようにしました。そんな一見否定的な姿勢のバイナンスがセラムを全く売らず、今もなお保有を続けているんですよね。そしてバイナンスの別のアドレスでもこのセラムを引き続き保有し、買い集めていることも分かりました。そして最近では他の大手取引所である MEXC やバイビットなどがこっそりとこのセラムの現物を買い集めている状況です。ではなぜここに来て大手取引所が大暴落したセラムを買い集めているのか、不思議だとは思いませんか。ここからは僕の予想になりますが、 FTX という取引所は破綻はしたものの、まだ取引所としては残っている状況です。その取引所をそのまま壊すというのはあまりにももったいなく、
もともとはバイナンスに次ぐ世界2位の取引所ということもあります。その FTX を買収する動きが出てもおかしくないとは思いませんか？もしそうなれば FTX 関連の銘柄はどうなるか分かりますか？結論、軒並み大暴騰を起こします。それにはもちろんセラムも含まれます。セラムを買っている大手取引所ではそういった流れを見込んでこのセラムを今のうちから買い集めている可能性も高いといった状況なんですね。そしてこのセラム注目している人は今ほとんどいません。逆に注目している人がほとんどいないからこそ裏返った際の恩恵は絶大です。そしてそういった銘柄が爆上がりした時は他の一般投資家たちがそれに続いて購入をしていき、さらに価格が急騰していきます。大きく上がるまでにもう少し期間はかかりそうですが、 FTX が買収され FTX に関する問題がなくなる頃にはこのセラムは大暴騰していると予想しています。一撃で爆益を狙うにはぴったりな銘柄だと言えます。そしてこれはあくまでも僕の見解の一つとなりますので運用の参考としていただければ幸いです。そしてこのセラムは仕込むとしたら1万円ほどの少額で全く構いません。そしてそこで現在僕の公式 LINE ではこのセラムの詳細と購入方法を限定公開していきます。なのでこの機会にこのセラムを仕込んでいきたいという方はですね、概要欄から公式 LINE を必ず追加いただき、そちらに復活とメッセージを送りください。逆にこの機会に仕込んでおかないと気づいた頃には価格が爆上がりし絶大な機会損失となるといったことも可能性としては十分考えられますので、ぜひ後悔のない選択をされてください。そして最後になりますが、もしこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ動画の高評価とコメントもしていただけると励みになります。ぜひこの情報を多くの方にシェアしていただければ幸いです。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。